はい、今日もあなたと大薬商天国、本日は11月7日ということでね、第2週のお野菜セットのご紹介をさせていただきます。11月のね、第2週ですね。はい、ということでまず上にあるのが葉物ですね。はい、葉物、11月に入ってね、秋の葉物がね、出てきまして、はい、今日ね、少し気温が下がりましたけどもね、10月からずっと暑い日々がね、続いてましたけども、ようやくね、秋めいた感じになってきましたね。はい、ということで、秋の葉物ですね。はい、まずはルッコラ、そしてラディッシュとね、はい、秋の、サラダ系の葉物が出てきました。そして、今日はルッコラ、ラディッシュというこのね、なんかいつものこの2兄弟というかね、このパターンと、もう一つは水菜、ミブナ、はい、水菜、そしてミブナとね、はい、同じ実がつくお野菜ですね。2つも京野菜ですけどもね、水菜、ミブナ、はい、入りました。こちら生サラダ、まあ水菜も生サラダで食べられますけどもね、はい、ということで水菜、ミブナ、京野菜、そして、レタス菜ですね。はい、レタス菜、そしてほうれん草ですね。はい、こんな感じの葉物がね、どんどんどんと1、2、3、4、5、6種類ね、葉物が入りました。はい、いい形でね、はい、レタスなんかもね、生で食べられます。ほうれん草はね、おひたしね、ごま和えなどでね、食べていただければというふうに思います。ほうれん草はね、年内まではこうやってね、普通の西洋ほうれん草が入りますけれども、越冬するとね、缶詰ほうれん草っていってね、こうビシッとこう地面に張り付いた形のね、甘いほうれん草が出てきます。はい、そして根菜類ですね。人参、はい、そして大根ですね。大根はね、ちょっと小さいこうミニと称してね、こんな感じで小さいのが入っておりますね。ちょっともうちょっと大きいのがありますけど、この客さん3本ね、小さいのが3本入っておりますということですね。はい、そして大根、人参、そしてコリンキーですね。かぼちゃはですね、2種類入ってますね。かぼちゃ、ミニかぼちゃ、坊ちゃんっていうね品種、そしてコリンキーですね。はい、コリンキーはね、この皮を生でスライスしてね、食べていただけるかぼちゃになります。そして、芋類ですね。さつまいもに、そして、里芋ということでね、はい、根菜類、芋類、そして葉物という形でね、はい、こんな感じのセット野菜になっております。いかがでしょうかね。うん、何種類です？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12品目ですよね。はい、キャベツ、ブロッコリーがね、ちょっと遅れてますかね。はい、でもまあ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 、バランス的にはいいんじゃないでしょうかね。根菜類にかぼちゃが2品ね、そしてあとは葉物という形でね、はい、書いていきましょう。まだね、だからね、キャベツ、ブロッコリーが仕上がってこないとね、端境期を出したとは言えないかなって感じなんですけども、今日は何日？11月の7、金曜日ですね。はい、ということで、まだ大根がね、そんなに大きくはなってないですけどね、まあ出せて、11月の頭からね、出してもらうんで、まあ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 、レタスが今週で1回終わりですね。このあとね、これでレタスがなくなったので、このあと白菜なんですけどね、ちょっと遅れておりますね。なので来週は白菜ないかなって感じですけどもね。はい、で葉大根じゃないや、ほうれん草、みぶな、みずな、そしてラディッシュ、ルッコラ、1、2、3、4、5、6か、そう合ってますよね。でコリンキー、そしてぼっちゃん、ミニかぼちゃ、でさつまいも、
さといも、さつまいもね11月末まで、いけそうですね。種芋の残さなきゃいけないんでね、なので全部掘って全部出荷してしまうとあれですのでね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 はい、合ってますね。さあ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 ね、11月の頭、昔はどうだったんだ、2018年まだ千葉時代ですねの11月の7日11月6、9ね、でも大根遅れてるねこの時ね、11月9、2018年の11月、赤丸大根、人参、白菜、キャベツ、カリフローレ、カリフローレが出てるんだね。バナナピーマンですね、バナナピーマン、ミブナ、春菊、レッドマスタード、雪化粧、紅あずま、里芋ね、この辺は一緒だけどカリフローレが出てるね。あ、カリフローレすごいね。10月の頭、いつから出してんだ。あ、この前がもうあれかね、10月からはもう頭からカリフローレ出してるんだね。やっぱり千葉は寒いね。で11月入って11月半ばからはね、カリフローレ、黒キャベツがもう出てきてるもんね。はい、ですね、ですね、はい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 、っていう感じですね。はいはい、でもタアサイがもう11月終わりから出てんね、これは早いな。なるほど、昔は2013年、ちょうど今から10年前ですね、10年前の11月、10月29、11月8は紅一点大根と大根2種類出てますね。葉付き人参、まだやっぱり千葉だと葉付き人参なんですね。葉付き人参、レタス、スティックセニョール、茎ブロッコリー出てますね。ビタミンナラディッシュ、葉物があんまりなかった頃ね、10年前ね。で、雪化粧かぼちゃ、さつまいも、北紫、懐かしいね。北紫、今は消えてしまったじゃがいもですね、品種ね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね、10年前はまだ10品目ですね。はい、12品目はまだいってない時代ですね。この後2013年、2015年、16年ぐらいからね、12品目、この頃まだねカリフローレがないでしょ、黒キャベツ作ってない気がするんですよね。カーボロネロね、懐かしいね。ちょうど10年前ですね、はい、だからこれぐらいから10品目はずっとね、多分千葉に行ってから10品目クリアしてったんだよね。ただ2007年8年9年あたりはまだねそんなにはないと思いますね。はい、なんかすいません、歴史に浸ってしまいましたがということで戻していきましょう。はい、里芋、さつまいも、人参、よいしょ、大根、よいしょ、で、レタス、そして水菜、ミブナ、ほうれん草、そしてラディッシュ、ルッコラ、はい、こんな感じですね。はい、ね、12品目入っておりますね。11月の第2週のお野菜セットのご紹介させていただきました。以上になります。